ダグラス Y1 バイトから7ダグラス Y1 バイトから7は1930年代のアメリカ陸軍航空隊の爆撃機 B 記号のついたアメリカの爆撃機としては最初の単用爆撃機である観測機として開発された機体から爆撃機へ転用が試みられたが爆弾搭載量が小さいことから量産されることはなかった Y1 バイトから7は XO-35 XO-36 として、フォッカー用 -37 と比較評価されていた機体から開発された。単葉機であり、主翼はガル翼で高翼に配置された。主翼はコルゲート処理が施されたジュラルミンバリだった。XO-35、XO-36 は陸軍航空隊から発注を受け、その性能は当時陸軍航空隊の主力であった。 キーストン社の服用爆撃機の地位に変わるものとなっていった。陸軍航空隊は XO-36 を爆撃機として開発することを決定し、XB-7 の記号を与え、544kg の爆弾を装着する爆弾化を取り付けた。1931年8月に発揮の実用評価機 Y1 バイトから7が発注された。 1932年に XB-7 は引き渡され、試験は終了した。数ヶ月後にエンジンをカーチスコンカラーに強化し、エンジンナセルをつけ、プロペラを2用から3用に変更した Y1 バイトから7の初号機が納入された。主翼を強化するために追加されたハリセンによって空気抵抗が増加したが、それでも従来の服用爆撃機に対して有速であった。 乗員は4人で、操縦士と副操縦士の他に2人の機銃手が機種と機微に登場した。評価の結果は良いものだったが、爆弾搭載量が少ないことや、マーチン B-10 などの新兵器の開発が進んでいたことから量産されることはなかった。6機の B-7 と O-35 などが1934年のスキャンダルに伴って行われることになり、 多くの事故機を出した陸軍航空隊による航空郵便業務に投入された。O-35 はかけることなく1930年代後半まで運用されたが4機の B-7 は事故で失われた。残る2機は1938年末と1939年に退役した。Y1 バイトから7の変態。ありがとうございます。